私の顔をよく見て笑いましたよ。私の腕の中で眠りもしたし、またお風呂に入ったこともありましたよ。元子が大きくなって私のことが知りたいときは、お前のお母さんか佳代子おばさまに私のことをよくお聞きなさい。私の写真帳もお前のためにうちに残してあります。元子という名前は私がつけたのです。素直な心の優しい思いやりの深い人になるようにと思ってお父様が考えたのです。私はお前が大きくなって立派な花嫁さんになって幸せになるまで見届けたいのですが、もしお前が私を見知らぬまま死んでしまっても決して悲しんではなりません。お前が大きくなって父に会いたい時は九段へいらっしゃい。そして心に深く念ずれば必ずお父様の顔がお前の心の中に浮かびますよ。父はお前は幸せ者と思います。生まれながらにして父に息移しだし、他の人たちも元子ちゃんを見ていると直久さんに会っているような気がするとよく申されていました。またお前のおじさまおばさまはお前をただ一つの希望にしてお前を可愛がってくださるし、お母さんもまたご自分の全人生をかけてただただ元子の幸せのみ念じて生き抜いてくださるのです。必ず私に万一のことがあっても親なし子などと思ってはなりません。父は常に元子の身辺守っております。優しくて人に可愛がられる人になってください。お前が大きくなって私のことを考え始めた時にこの便りを読んでもらいなさい。追伸元子が生まれた時おもちゃにしていた人形はお父さんがいただいて自分の嗜好品お守りにしております。だから元子はお父さんと一緒にいたわけです。元子が知らずにいると困りますから教えてあげます。神風特攻大和隊海軍将尉上村直樹さん、一番気に向かう友の胸に俺はまたつぼみだった桜の一枝を飾って送った。明日は俺の番だ。死ぬ時が別々になってしまったが靖国神社で会える。その時はきっと桜の花も満開だろう。
今の日本平和の犠牲となってお亡くなりになった皆様のご冥福をお祈りし歌わせていただきます。貴様と俺とは同期の桜、同じ国体の庭に咲く。咲いた花なら散るのは覚悟、見事散りましょう国のため。貴様と俺とは同期の桜、同じ国体の庭に咲く。血肉分けたる中ではないが、なぜか気が合って別れられぬ。俺とは同期の桜、同じ国体の庭に咲く。仰いだ夕焼け南の空に、まだ帰らぬ一番気。貴様と俺とは同期の桜、同じ国体の庭に咲く。あれほど誓ったその日も待たず、なぜに死んだか知ったのか。